こちらの動画ではクイック注文画面で新規注文と同時に決済注文を発注する方法についてご案内いたします。画面が見えづらい場合、動画を素早くダブルクリックして全画面表示でご覧ください。マトリックストレーダーのツールバーからクイック注文をクリックします。クイック注文の画面が表示されます。新規注文では通貨ペアドル円、取引数量1万通貨の買い注文をし、同時に利食いの決済差し値注文、値幅は50銭、損切りの決済逆差し値注文、値幅は30銭の注文を行います。まず、新規注文の条件を選択します。通貨ペア、ドル円を選択。両立てなしにチェック。ロット数は1万通貨なので10と入力。決済注文の入力を行います。決済差し値、逆差し、トレールを表示するにチェックをつけます。決済差し値にチェックをつけます。初期設定の値幅は50銭になっておりますが、変更することができます。ここでは50銭に設定するので、500のままにします。次に、決済逆差し、トレールにチェックをつけます。逆差し値は、逆差し、トレールの2種類が選択できます。ここでは、逆差しにチェックをつけます。30銭の値幅を設定しますので、300と入力します。値幅は、差し値、逆差し値ともに、3銭以上離して入力してください。四角いチェックボックスにチェックが入っていないと注文が入りませんので、チェックが入っていることを確認してください。クイック注文は注文確認画面が表示されません。注文をクリックすると発注されますので、確認してクリックしてください。注文結果が表示されますので、OK をクリックしてください。逆上したポジションは、ポジション一覧から確認できます。決済注文は、注文一覧から確認できます。右にスライドしていただくと、決済注文の状況を確認していただけます。また、ポジション一覧のポジションをチェックすると、下段でチェックしたポジションの決済注文を確認していただけます。